名古屋競馬11レース水亀座特別1700です能力偏差値ですが A ランク1等 C ランク3等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠9番、南洋クリスタルです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、前層、2層前、 走前に黄色線を上回っています。特に3走前は黄色線を16上回る優秀な指数をマークしています。上がり指数が高評価できるのは4走前は黄色線を1上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1700m となります。指数がピークとなっているところを見ていくと。 三層前は、オレンジ色の着順が二着で、紫の丸が1400。1400が敵距離ですが、二層前の紫の丸、今回と同距離の1700では、まずまずの指数をマークしています。1700も守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、 逃げ馬は不在です。先行タイプが6頭います。この一角侵入予想図の状況からは、スローペースが予測できます。先行勢に展開の利がありそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。 展開分析シートを見ていきます。先行力は40でトップです。上がり指数は31で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。スローペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、ババが渋れば、 プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。4枠4番、フレスコバルディです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。金層は、 指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が1500。1500が適距離ですが、過去1年、1500以上の出走履歴がありません。1700への距離延長適性は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は3番手からの競馬です。 好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24で5位です。上がり指数は29で5位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。スローペースも味方しそうで、展開面は若干のプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は、連投になります。連投はリスクです。 レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。7枠7番、赤月ロットリーです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1500昨年の9月は紫の丸が15001700は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は2番手からの競馬です昨年の9月は2番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は32で2位です 上がり指数は32ででで、でトップす、す、まずまずずの先行力で位につけられそうですスローペースも味方しそうで展開面はプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています7枠8番ジュエル・プリンスです能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では5層前に黄色線を上回っています能力的には 上位場には一歩を取りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、5層前は紫の丸が1400、昨年の9月は紫の丸が1500、1400が適距離ですが、3層前の紫の丸、今回と同距離の1700では、まずまずの指数をマークしています。1700も守備範囲です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと5層前は花を切っての競馬です昨年の9月は4番手からの競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は32で3位です上がり指数は30で3位ですまずまずの先行力で先行できそうですスローペースも味方しそうで展開面はプラス評価していいです 過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定二重丸を打った九番の対戦成績は四番に対し1勝0敗と勝ち越しています。九番の対戦成績は高評価できます。暫定丸を打った四番の対戦成績は九番に対し0勝1敗。七番に対し0勝1敗と負け越しています。四番の対戦成績にはリスクがあります。暫定黒三角を打った七番の対戦成績は。 4番に対し1勝0敗と勝ち越しています。7番の対戦成績は高評価できます。暫定白三角を打った8番の対戦成績は2番に対し0勝1敗と負け越しています。8番の対戦成績にはリスクがあります。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは9番南洋クリスタルです。能力偏差値は トップの A ランクです。枠順と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは7番赤月ロットリーです。能力偏差値は3位の C ランクです。展開とレース感覚と枠順と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは4番フレスコバルディです。能力偏差値は2位の C ランクです。距離とレース感覚と 対戦成績にリスクはありますが、展開と調子を高評価しました。白三角を打ったのは、8番、ジュエル・プリンスです。能力偏差値は、4位の C ランクです。対戦成績にリスクはありますが、展開と枠順を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、 新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。